あの時俺が早く意識を取り戻していれば。マコールはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が懐かしかった。行こう。
よくやった。おいおい待てよ。さっきから聞いてればよ、セフィロスは随分とご立派でいいやつに聞こえるじゃねえか。実際その通りだった。星の敵じゃねえか、悪の塊だろうが。もっと憎くて憎くて怒りが爆発しそうな話をくれよ。ああ、そうだな。ティファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行く、見たい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。でも…お嬢さんを守ってやりな。じゃ…もう…しっかり守ってね。マコーロ見たかったな。ここ普通に稼働中だよな。地方の旧式マコーロは定率運用に切り替えたはずだが、村の人たち稼働中だってこと知らないよな。神羅らしいやり方だ。そういうところ直した方がいいのに。プレジデントに言ってやれ。異常動作って何だと。マコーロは本来都市開発部門の管轄だが、ここは科学部門に貸し出されている。ああ、すごく嫌な予感がする。ここで見たことは他言無用だ。分かってるよ。剣に祈るなら今のうちだ。やったな。なんだここ。ジェノバ。ジェノバって。ポッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。
クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。セフィロス、ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが北条はこの中に動物を入れ、魔法と共に凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。墓地に入れたのは動物だけではない。中を見ろ。別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。そして俺たちは村へ戻った。でも、セフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの。それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた。んなことよりセフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。セフィロスが死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレイにも程がある。セフィロスさんならついさっき出て行ったよ。お散歩かしら。ん？セフィロス？ああ、彼なら少し前に外へ出て行ったな。何やら深刻な様子だな。手伝うことがあれば言ってくれ。マコールの報告もまだだ。一体どうなってる？
こもってるらしい。魔鉱炉から帰ってから様子がおかしいみたいだ。魔鉱を吸いすぎたんじゃないか。よし、薬を届けに来た。神羅屋敷は村で一番大きな建物で、魔鉱炉より古くからあるの。神羅カンパニーがまだ小さかった頃の研究施設だったんだって。その地代が村の重要な収入だったみたい。ここまで来たけどどうする。お屋敷の中真っ暗だぞ。寝てるのかもしれないな。倒れてたらどうすんのよ。だが英雄セフィロスはそんな山じゃないだろう。セフィロスさんの様子見てきてください。よろしくお願いします。屋敷の中を見て回ったけどセフィロスの姿はなかった。地下室があったんだね。ああ、俺もあの時まで知らなかった。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日、ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日、ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ。一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって何かに取り憑かれたみたいに資料を読んでいた。ジェノバ。魔鉱炉の開かずの扉。セフィロスのお母さんの名前、古代種。ああもう考えてたって仕方ないよな。セフィロスと話さなくちゃ。なあクラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私はその人こそが
太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって？あの時、俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら、村を守れたかもしれない。いや、どうかな。助けるんだ。
ことか。いたぞ、囲め、動くな。なんてこと。から動くな。穴を捨てろ。俺はセフィロスを追ってマコーロへと向かった。私はパパと避難してたの。でもパパはセフィロスと話そうとして追いかけて。開けておくれ。よくもパパを、よくも村のみんなを。Huh.
ちの時には来てくれるって約束したのに。母さん、俺だよ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう。セフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんからこの星を奪った。あいつらが。もう悲しまないで、母さん。これからは俺が一緒だからね。母さんも、よくもティファを、村を、故郷を。俺は選ばれし。やがて、星の支配者となる。信頼していたのに。もう俺の知っているセフィロスじゃない！俺の記憶はここで終わりだ。あとは覚えていない。おい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 ！英雄セフィロス、訓練中に行方不明。そんなニュース、お母さんと見たよ。そして、何日か後に、実は戦死だったって発表されたよね。うん、そうそう。ニュースを作ってるのはシンラだ。奴らやり放題だからな。信じる方がどうかしてる。はいはい、私信じてましたけど。あれだ、とにかくシンラが全部悪いってこと。5年前の真実はともかく、俺たちはミッドガルでセフィロスと戦ってきた。あいつは生きている。生きているっていうか、いる。どうして今になって現れたんだろう。5年間何をしていたのかな。セフィロスはあの日の続きを始めたんだ。ジェノバと共にこの星を取り戻して支配者になるとかいう計画の続きを。5年ぶりに。ごめんね、しつこくて。でも、気になって。ジェノバってのもよくわかんねえな。ごめん、こうや、慣れてなくて疲れちゃった。背中ガチガチ。
ちょっと触らせて。大変。でも、なんとかできるかも。部屋行こ。じゃ、今日はこの辺にしとくか。結局、セフィロスが何してたかなんて俺たちに分かるはずねえしな。この5年間どこで何をしてたのかな。それ私に聞く？何でも知ってるのかなって。知ってたんだと思う。でも取られちゃった。消されちゃった。フィーラーに？多分。私も取られたのかな。何を？私の記憶では5年前クラウドはニブルヘイムに来なかったの。